仕事を昼間してるから夜だけ全部そうやって掃除洗濯ってやるじゃないですか。なんか忙しくてできない時が嫌なんですよ。なんか帰ってきた時に疲れてる時に汚い家見るとなんかさらに疲れるので、外出して帰ってきたら綺麗になってるじゃないですか。自分のね、目が届かないところまでやってくれそうです。爽快感があります。清々しい ね。ダイソンの吸引力ってしっかりと取ってくれるので、その辺の安心感があります。家でもいつも素足でうろうろしているので床がザラザラしなくて気持ちいいですよ。特に角とか隅っこってホコリとかゴミが溜まりやすい場所じゃないですか。本当に綺麗にね、コーナーまで取れるんだなっていうふうに思ったので、しかも家具も避けてくれるし、それはすごくスマートでいいなと思いますね。ラグも引っかからないので安心して掃除を任せられます。段差で落ちてしまって動けなくなったりみたいなこともないので、すごいですね。部屋の空間認識して、アプリ機能リザルト教えてくれるって、そのいない間にここかけましたよみたいなのが目視できるっていうのもいい子、うん、掃除器具自体を掃除しやすいっていうのもすごく使いやすい一つの理由になるのかなと思います、うん、パチンってやるとパッて出るのはなんか手が汚れないしいいですね。気づかないうちにさらっといろいろやってくれてることによって、気づかないうちに自分たちのゆとりができているっていうものなので、なんかすごく豊かな生活につながるんじゃないかなと思います。